はい、こんにちは。今日はですね、ジウンから提供されている、シネピア CX100 というですね、こちらの、小型軽量な、100W の LED 照明の機材をご紹介したいと思います。こちらの CX100 なんですけども、外観は以前から発売されていた、モーラス X100 という製品と非常によく似てるんですね。ですけども、こちらの CX100 についてはモーラス X100 からですね、バッテリーの、着脱機構であるとか状態表示のディスプレイ、それからモバイルアプリでの、遠隔での、リモート設定変更の操作であるとか、まあ、そういった機能が、省かれていてですね、まあ、その分、まあ、シンプルでリーズナブルな製品という形になっています。でこちらの外観なんですけども、サイズ的には非常にコンパクトに仕上がっておりまして、こちらの発光部 と、バッテリーが一体になっているというような、製品になっています。で詳しく見ていきますと、まずこちらがですね、この LED の、発光部になってまして、非常にちょっと小型な発光部ですね。でこの周りに、専用のこうジウンマウントっていうか、このアクセサリーをつけるマウントが、この発光部の周りについています。で裏面を見ますと、こちらにもこう薄型の冷却ファンがついてまして、これ使った時にも非常に静かで、ファンの音が気になるってこともなかったというところが一つ特徴かなと思います。右側こちらの方にはですね、2つのつまみがついておりまして、明るさを調整するつまみが一つと、もう一つ色温度がですね、こちらの製品変えられるので、これを調整するつまみが2つついていると、非常にシンプルなコントロールですね。あとは電源ボタンが一つこちらにあるというような構成になっています。下の部分を見ていきますと、スタンドなんかに取り付けるための4分の1インチの三脚ネジが開いてますね。でこれが2箇所あって、後軸というか発光部の真下に1つとですね、もう一つ、これ多分このバッテリーとの分離ができないのでバランスの問題だと思うんですけども、少しこうずらしてですね、多分重心の中心にあるようなところで少し離れた位置にもう一つ三脚穴があります。ただですね、この三脚穴が若干このフレームに対してですね、こう奥まったところにあるので、三脚とかですね、スタンドに取り付けるときはですね、ネジがですね、短いものだとちょっと入らないので、そこは注意していただきたいかなというところですね。でそれからもう一つこちらに電源ポートの、このカバーを外しますと、Type-C の USB のポートとですね、それから、DC、これは 24V ですね、この入力のための、ポートがあります。で、こちらの、製品は、USB Type-C でですね、まず充電ができてですね、急速充電ができるっていったような、形になってますけども、でもう一つ、この DC24V のところにですね、別途DC アダプターをですね、用意していただければ、給電しながらの、照射もできるといったような形になっています。バッテリーの方も非常に大容量になっておりまして、4500mAh でしたかね、の容量があるので、100W の、フル発光というか、出力 100% で、連続30分の、照射ができると、もちろんこの DC アダプターを経由すれば、連続的に使うこともできるといったような、仕様になっています。ではですね、実際の、こちらの操作の仕方なんですけども、まず電源の投入がちょっと、特徴的でして、ここに、端っこに赤い電源ボタンがありますね。でこれは1回クリックするとこのバッテリーの残量が表示されます。で実際に電源を入れるときはこれもう1回ワンクリックした後に長押しするんですね。でそうすると、このメーターバーがだんだんこう、100% の方に動いてきまして、この状態で電源が入っております。でここの操作については電源に近い方が出力調整で、遠い方というかもう一つのつまみの方が色温度の調整になっています。なので、まずはこの出力調整の徐々に上げていきますと、こんな形で電気がついていきますと。で、これだんだんですねこう回していくうちに、100W にすると、だいぶ画面明るいんで飛んじゃってるかもしれないですけど、ちょっと下げておきますね。でもう一つのつまみの方が色温度になっているので、これがですね、こういう形、今青い光ですね。で今度はこう赤い光というか暖かい光というふうにこうだいぶ、調整幅もありますので、色温度が変えられると。あとは電源切るときはこちらの電源ボタンを長押しするということで、これだけですね操作としては非常に簡単で、電源入れてもですね、連続使用してない限りは最初からですねファンがうるさく回るっていったこともないですし、非常に使いやすい製品なのかなというふうに思います。はい、では次にですねこちらの製品に使用できるライティングのアクセサリーの方を見ていきたいと思います。
でまずですね、こちらに一つ、これ付属で付いているのがリフレクターというものですね。でこちらをですね、ここの、発光部の周りにある、ここのマウントのところにですね、バイオネット式になっていますので、これをまあ取り付けていきます。でこんな形で、まあ、カチャッとこう入りますね。でこの状態で、光を出してみますと、まあ、こんな形でですね、まあ、非常に明るくてですね、まあ、明るい光が照射されるということで、まあ、前方にこう光がこう集中してですね、飛んでいっているのがまあ分かるかなというふうな形になっています。で、もう一つですね、こちらの製品に同梱されているこのシリコン製の、この柔らかいですね、このドーム型の、これなんかディフューザーっていうんですかね、これがついています。でこちらをですね、先ほどのリフレクターのところに上からかぶせるような形でこう簡単に、つけることができるんですね。で、まあ、このリフレクターの先に、ドーム型のディフューザーがついている状態で、この状態で、まあ、発光させてみますと、さらにですね、こう光が丸くこう拡散されてですね、まあ、全体に広がり柔らかい光が作れるというふうな感じになります。まあ、実際の撮影ですと、先ほどの本体だけとかリフレクターだけをつけた状態よりも、より広範囲に光が広がって影が少し柔らかくなるとか、まあ、そういう効果が期待できるかなっていうような形になっています。こちらのシーンでは部屋の外からですね、この窓から自然光がパーッと入ってきてですね、部屋の中をこう照らしていて、こうなんかちょっと印象的な感じになってるんですけども、まあ、どうしてもベッドの手前の方がですね、まあ、暗くなってしまうので、もしここで撮影するんであればということで、こちらのライトをですね、スタンドに乗せてですね、まあ、補助光的に、まあ、自然光にプラス、暗いところを明るくするという形で、テストしてみた時の映像になります。こちらの製品にはもう一つ別売りのオプションとして、こちらの望遠スマウントっていうものが発売されています。で、こちらもですね、同じく先ほどのリフレクターのように、ここのマウントの部分にですね、こういう形で接続することができまして、で、この望遠スマウントっていうのは、ここの中身はこのリフレクターと同じような形になってるんですけども、この周りのところに溝が切ってありまして、ここの丸い溝にですね、一般的なソフトボックスであるとか、まあ、そういったライティングのアクセサリーを接続することができるといったようなものになっています。でまたですね、こちらの下の部分にですね、ライトスタンドとかに入れられるこうダボ穴みたいなものがこうついてますし、もう一つここのアンブレラホルダーというかで、そこに穴が一つ開いてますね。見えますかね。ここですね。でここにですね、細い丸い穴が開いて、ネジでロックできるんですけども、まあ、ここに、いわゆる傘の軸の部分をこう入れることによって、まあ、アンブレラなんかも使うことができるということで、まあ、これが一つあると、いろんな、まあ、一般的なですね、照明機材のアクセサリーが使用できるので、非常に使い勝手も考えられているかなと思います。では続いて、こちらの製品のですね、自分の場合のこう使い方なんかを話していきたいと思うんですけども、この大きさで 100W が出せるので、例えばこういう今、遠くを撮っている時にですね、メインライトとして、まあ、自分の部屋とか、まあ、そういうところだったら、これ一つでもですね、十分、まあ、ソフトボックスなんかをつければメインライトとしても使えるかなというふうにまずは一つ思います。この小型軽量さとか、このバッテリーで駆動できるというところを生かしてですね、僕の場合は、例えばハウススタジオであるとか、まあ、外のロケなんかも非常に多いので、まあ、そういった時にですね、例えばここの部屋でですね、まあ、撮影なんかをした時に、今この後ろの抜けが非常に綺麗なところなんですけど、まあ、ここでモデルさんを撮影したいなんて言った時にですね、逆光になるんで顔がどうしても若干暗くなったりとかするんですね。まあ、そこをちょっと補うっていう形で弱めの光で照らしてあげることで、まあ、少しこの顔に逆光でかかった影を起こすみたいな使い方っていうのが結構面白いかなということで試したりしています。まあ、自分としてはもう1セットを購入してですね、2セットというかこう2等体制をこの CX100 で組もうかなっていうふうに考えたりしています。でこのサイズでしたら、照明をですね、メインでそんな長時間使わないような、まあ、短い室内撮影とかで十分使えるかなという印象なので、まあ、2等あればですね、例えばインタビュー撮影みたいな感じであるとか、まあ、メインと、まあ、サブの補助光みたいな形で、まあ、より柔軟なライティングが組めるので、この CX102 台と、まあ、簡単なライティングアクセサリーがあれば結構いろんなことができるかなというふうに思います。ということで、今日はこちらのシネピア CX100 を紹介してきたわけなんですけども、
特にですね、動画撮影をされる方で、小型な、使い勝手のいい照明機材をですね、導入してみたいというような方とか、まあ、メインで使っている照明機材のサブとしてですね、取り回しのいいものを、探しているなんて方はですね、非常に、フィットする製品なんじゃないかなと思います。はい、今日は以上になります。ありがとうございました。